こんにちは、ももあです。今回はももの髪の毛の巻き方の紹介をしていきたいと思います。はい、ももは結構巻くの苦手っていうか、あんま好きじゃなくて、あんまり巻いてないんですけど、たまに巻くぐらいで、基本ストレートで、ストレートなんですけど、ストレートか髪の毛上に上げちゃうか、お団子とかポニーテールとかが多いんですけど、今日は髪の毛の巻き方を紹介していきたいと思います。はい、まずはコテ、モモが使ってるコテはじゃーん、このピンク、モモが大好きなピンク、このね、濃いピンクが可愛くてずっと使ってるんですけど、サソンインスタントヘアットみたいな、なんか感じ、この英語がついてる VS みたいなロゴのやつです。いつも設定温度は180度マックスで巻いてます。なんか髪の毛に悪いらしいんですけど、あんま温度が高いと。でもエクステなんで、別に自分の時期じゃないからって言って、いつもももは一番高い温度に設定して巻いてます。で、これ今温めてるんですけど、だいたいちょっと温まってきたかなっていうところで、前髪を先に巻いちゃいます。こっちが今日は前髪なんで、ここを前髪のところだけ、これぐらいだけ取って、前髪は外巻きで、でくる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 って上まで持ってって、ちょっと待って、やりすぎた、やって一個ずつこうやって外して感じで、前髪はあんまりぐるんぐるんに巻きたくないんで、巻き終わったらちょっとこうやって手でなじませる感じでやります。そうするとこうやって巻けます。で、前髪はもう立ち上げにしたいんで、このね、ここをこうやってこうやって当てて、マジでやけど注意、これはって言って、かき上げみたいにします。はい、これで前髪は完成。あとでまたちょっと直すんですけど、でそしたら巻いていきます。まず半分に分けてこっちから巻いていくんですけど、顔、ももは内巻き外巻き内巻き外巻きっていう風にミックス巻きで巻いていくんですけど、顔周りは基本外巻きで巻いていきます。なんかね、人によって顔周り外巻きじゃないと盛れない人とか、内巻きじゃないと盛れないっていう、なんかこだわりが多分人によって違うと思うんですけど、ももは外巻きの方がなんかちょっと強いギャルっぽい感じになるんで、外巻きが好きです。でまずはこれを半分ぐらいで挟んで、で一回上までぐるぐるってやって熱を通します。で、温まってきたらこれをスライドさせて下の方まで持ってって、で半分ぐらいまでこんな感じでやります。で、熱が通ったら一個ずつツイストして外していきます。で、下の方も抜きながら熱を加えて、こうこんな感じです。開けたらちょっとね、顔周りの毛が短くて見えにくいと思うんですけど、こんな感じで、次はこの毛を取って、ももはね、ブロッキングとかはしないです、めんどくさいから。まあ、なんか一応髪の毛ぐるぐるってなってればそれっぽいんで、適当にやってきます。で、ここの毛をこんな感じで取ったら、だいたいママはいつもエクステが4本ぐらいの束をこうやって取って巻いていきます。で、次は内巻きなんで、このパカパカが下に来るように挟んで、で上まで巻く。で、ある程度温まったらこれをスライドさせて下の方まで行って、
で1個ずつ外して最後熱を通しながら巻いて抜くって感じです。こんな感じです。はい、これを全部やってきます。で、ももは結構ズボラでめんどくさがり屋なんで、このね、前の 3本目4本目ぐらいは綺麗に巻くんですけど、あとの下の方の毛はなんかもう本当に、あ、間違えた、下の方、間違えた、後ろの方の毛はもう下の方しか巻かないことが多いです。時間ない時とか それだとなんかどうせこうやって髪の毛を前に出すんで、ももはなんかね、下の方だけ巻いてればそれっぽく見えるから、前の方はしっかり巻いて、後ろの方は適当で大丈夫だと思います。こんな感じ、外巻き。次、内巻き。これ最後ちゃんと巻きます。で、なんかヘアアレとか髪の毛をハーフアップにしたりとかポニーテールとかにするときは結構ボリューム出したいんですけど、巻き下ろしのときはなんかこの辺をボリューム出さない、出すとき以外はちょっとボリュームを少なめでいきたり、もう髪の毛の量が多くてエクステっていうのもあってボリュームが出ないような巻き方に。はい、で、このね、前の4本をちゃんと上まで巻いたんで、次の毛はこのね、半分ぐらい下の方だけこうやってくる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 ってこうやって巻いておけば大丈夫。こんな感じ、くるくるって下の方が巻いてればごまかせれます。こっちの方が時短になるし感じで、絶対ちゃんと巻いた方が可愛いんですけどね、後ろとか横とかが見た時とかは。でもめんどくさいから巻くのあんま好きじゃないし得意じゃないんで、こうやって巻いてます。はい、こんな感じです。こっちが全部巻き終わりました。そしたら同じようにこっち側も巻いていきます。あ、で、型をつけたいんで、持ちを良くするために型をつけたいんで、この巻いたら一旦こっちを巻き終わるまでこっちはほぐさないで置いといてください。こんな感じで両方巻けました。そしたらこっち最初巻いた方にまずケープをここっとで、ね、こんな感じでやって、こっちももうかけちゃいます。本当は時間置いた方がいいんですけど、ちょっと今急いでるから。はい、でかけたらこれを手ぐしでこんな感じでゆっくりっていうかほぐします。こっちもこんな感じでほぐしたら、はい、完成です。巻き髪、最悪。はい、こんな感じで巻き髪の完成です。よかったら真似してみてください。すごい簡単だし時短にもなると思うんで、雑なだけなんですけど、よかったら参考にしてみてください。はい、バイバーイ。